ここからはですね N 入力記号ごとにまとめて符号化していくっていうことを具体的に勉強していきます。その鍵となるのがこれから勉強するですねこの三術符号というものになります。 三、えー、術符号をこれから勉強していくんですけれど、えー、前に勉強したそのハフマン符号っていうのが、えー、与えられた入力分布に対しては。 えー、そのお正近符号誤帳をお一番短くできるう符号を最適な符号であるということをお勉強しましたがあだからそのハフマン符号で、えー、その N 記号ごとにまとめてあげた入力記号をおおそのまま あーハーフマン符号化して、えー、使ってあげれば圧縮として使ってあげればいいじゃないかと思うかもしれないんですけれどハフマン符号は、えー、入力記号の数がですね大きくなっていくとおー、まあ、計算量符号化にかかる計算量が大きくなりすぎて、えー、その実況 実現するのがちょっとちゃんと書いたんで読み上げていきたいと思いますけれどまずそのハフマン符号をで符号化すればどんだけ圧縮できるのかっていうのを考えてみましょう。 えーと一度に符号化する記号列の長さ、まあ、n ですね n が十分長ければ1金本あたりの平均符号5帳はえこのようにですねこれは証明なしで述べる事実なんですけれどハフマー符号を使えばこのハフマー2符号の使って たの平均符号誤帳を、まああのえー、1, 1シンボルごとにやったときとフェアに測るために1シンボルあたりの一入力シンボルあたりのっていうのをおするために、えー、この n で割った量を考えてあげるとおこのおエントロピーを n で割った量1シンボルあたりのエントロピー、えー、とおーぐらいに、えー 圧縮できるよっていうのがこの定義上と下からバウンドできるこの定義の言いたいことになりますこのですね上階に関してこの n 分の1っていうのは n を大きくしていけばですね、えーえー、と消えていく量なので支配的になるのはこの n を大きくしても消えていかないこの。 エントロピー1シンボル一入力シンボルあたりのエントロピーになります無記憶の場合にはこの1シンボルあたりのエントロピーを n 倍したものになっているのでこのギニアに増えていく量になっています なのでこの n, n 文字ごとに入力を区切って符号化するっていうことをしていてハフマン符号をしていけばエントロピーまでなんかこの,の n 分の1の子っていうのが消えていくので、えー、ちょうどエントロピーまで圧縮できると。 こういうことがあどんな符号化を使ってもできないその限界まで圧縮できるということができるんですが、えー、記号列入力記号列を長く取っていくとハフマン符号の「木っていうのがどんどん大きくなっていってハフマン符号の「 複合化ではえその対応するえ入力機構に対応する葉,っぱを葉を見つけてあげるっていう操作が複合化で必要になってくるので複合はまああのルートからたどっていけばまあ木を一旦準備できればえ複合は簡単にできるんですけれど入力が木をまあ作ること自体が難しいので。 それをどこかにそのコンピューター上で実現してえそのちゃんとアクセスできるデータ構造として作るのが難しいのでえハフマン符号をそのまま長い系列入力記号列に対応させるのは困難です。例えば50文字をまとめて符号化したいというのはまあよくこ,のこの N を まあ50、N、分の1っていうのを50分の1ぐらいにしてこのエントロピーぐらいまでのエントロピーまでの差を50分の1まで縮めたいとしたらまあ50文字でごとにあとまとめなきゃいけないんですけどその時に必要な記号数っていうのはあの符号語の数っていうのは2の50乗にこの葉っぱになってしまうので。 えー、とても大変ということになります。で、えー、じゃあそのハフマン符号以外の符号化によって、えー、その N 文字ごとにまとめた入力記号列を符号化したいということになるんですけどそれを実現してくれるのがこの三術符号というものです。これはですね 何かこの実数の性質を使ってこの符号化をしていくということをやっていくので算術符号と呼ばれています。ハミングじゃなくてハフマン符号とかはそのキーを作ってその確率分布を反映したキーができ が作れるので、えーまあ、実数を使ってないというのは言い過ぎですけれど、えーまあ、この01の系列に応じて作っていったんですけど、えー、この符号化自体にこの三述符号は、えー、このですね実数のあ性質を、まあ、使っていくと、まあ、ちょっと例を, <laughs> を見ていくと、まあ、その名前の由来も分かることになると思います。 でその算術符号の特徴をいくつかここで挙げているんですけれど、えーふえー、まずですね計算量に関する特徴として、えー、入力記号列帳を、まあ、N に比例する程度の計算量で、えー、記号列全体を1つの符号に符号ができるという実用的な符号化法になっています。 このハフマン符号だと2の50乗項もの数の中からどこにあるのかになっていなというのを探索をしなきゃいけなかったんですけれどまあそれが探索するかそのコンピューター上に格納し得くかしなきゃいけなかったんですけれどそれをこの符号帳を だ50回の計算をしていくだけでできますよという特徴があります。で実数0から1までの間の実数の区間によって記号列を表すというアイデアを用います。 今は何を言ってるのかわからないかもしれませんけれどこの次のページからわかることになります、えー、符合化の際にはこの区間の代表値を表すビット列を符号語として出力するということですねこれも今は何を言ってるのかわからないかもしれないですけど次から説明していきますもう一つ複合化の際には 今まで符号化をしてきましたけど符号化の説明をしててここでは複合をするときには符号語から得られる代表値についてその値を含む区間に対応する記号列を出力するとお、まあ、これもちょっと今だとあまりイメージしにくいと思うんですけど、まあ、具体的に例をあのアルゴリズムを見ていってみましょう。 以下では無記憶な一番シンプルな情報源に対して算術符号を見ていきますけれどマルコフ情報源や他の情報源に関しても同様の手順で符号化・複合することができます。でまずは符号化と複合化の概要をこのページでは紹介しています。 符合化の流れとこっちは複合化の流れですね。与えられる情報源記号の列 N 文字、N 文字の記号がやってきて、それを最終的には符合語の01の列にしたいと思っています。 でその間で中間的な符号化の変数中間変数としてこの記号を一気に符号語にするんじゃなく記号 N 文字を一気に符号語にするんじゃなくてまず実数の01の間の部分区間 α から β っていう区間をに変換します。 でその変換方法は次のページから書かれています。でその区間の中のあるアルファとベータの中に含まれる代表値ベー,あベータの P を次に変換してあげます。でこの P を使って0、1の列を最後に変換するという操作をします。でこれが符号化ね、えー。記号列から N 文字の記号列から符号を求めると。 で複合化はこれと逆の操作をしてこの符号501の列からそれに対応する代表値 P を求めてで P を含む区間 αβ を求めて元の記号列 XN 文字記号列 X を出力するというのが複合化の流れですでは具体的にですね それを見てどうやって符号化するのかっていうのを見ていってみましょう、えー、1位、e、記号に対応する区間っていうのをまず考えます、えー、1つの入力記号に対,応対する区間っていうのを今から定義してそれを使って符号化を次のページから定義していきます、えー、区間0から1までのまあこれ0以上1未満 の区間ということですね、えー。を各記号の正規確率に比例した区間に分割して、えー、それらの区間がそれぞれの記号を表していると考えます。えー、れこれだけで分かりましたかね。えー、ちょっとまた表で、まあ、例を用いて説明していきます。今あ4つの記号 なるアルファベットを考えましょう A と B と ABC とスペースからなるアルファベットを考えます。で ABC スペース。でそれぞれの正規確率がこれで与えられていると。合わせて1になるような正規確率が与えられているとします。これらをですね、A は 0から0.2まで、これは正規確率、この区間の長さが正規確率になるような区間。で、それとは、重なっているところがない0.2から0.4という、この次の正規確率の長さを持つ区間を割り当てて、B には割り当てています。で、C には一番長い0.4という長さの B の区間とか,かぶらない。 0.4 0.8からっていう区間を割り当てていますでこの最後のスペースにもには0.2という長さのはかとは重ならない区間を割り当てています。でさっきも言いましたけどこの区間の長さっていうのをこの一番右に書いていますけどこれが正規確率と一致するような区間になっています。 でこれを用いて符号化の手順っていうのをあここで書かれてるんですね。でまず第1ステップとして符号化っていうのは N 文字の入玉記号列を最終的に01の系列である符号語にしたいんですけどまずはこの中間 中間的なあ変数である区間を生成する方法をここではあここでは説明しているのかな、えー、以下の手順で最終的に採用される区間を記号列に対応する区間として出力するというんですねだから x から α、β を求める方法をここでは説明しようとしています。 まず初期状態として、えー、ある、えー、区間をですね、えー、繰り返しです、ね、更新していくアルゴリズムになっているんですね。で今与えられている、えー、初期区間っていうのを01とします。これが第一ステップ。で記号列っていうのはこの入力記号列は N 文字あるんですけど入力記号列から最初の第一番目の記号を1個読み込みます。 で、読み込んだら、まあ、それは一文字なんですけれど、読み込む記号がなければ、あ、もう一番終わりまで読み込んでいたらってことですね。えー、いたら、あ現在、えー、採用されている区間を出力すると。で、えー、終わってなければ、採用されている区間を正規区間の、あ、違う、各記号の正規確率に比例する区間に分割すると。 というものです、えー、とこれも、えー、今ちょっとイメージしにくい人はあ、えーえー、次のページで具体的にやっていきます。えー、と前のページで ABC スペースの4文字を2:2:4:2対2対4対2の区間に、えー、分けましたよね。それだからあその 4, 分4つの区間に分割するっていうのを 2対2対4対2の,2の正規確率に比例するように分けます。で次にその第2ステップで読み込んだ記号に対応する区間を3で分割した区間の中から採用すると。でこれえとちょっと次のページを見ればえ一目瞭然なのですけれどえまあえと今のこの 第2ステップから第4ステップを記号がなくなるまでこの第2ステップの終了条件が満たされるまで繰り返していきます次のページを見るとすぐわかると思うんですけれどえーこの4種類の文字 ABC スペースがえーこれ何文字かな ?1234567 8, 9, 10, 10文字入力されている状況を考えましょうで。で、この横軸が進んでいくと、この入力文字がどんどん入力されていくという状況を考えています。で、これは a、スペース、b、b というふうに5文字まで入力された状況を考えています。 これ縦に記されているのは区間で、これは現在区間が 0, 0から1であるということを表しています。次の区間が、ここはですねこの0から0.2のところをズームして、ウィーンって伸ばしてですね。これウィーンってねでその中の0から0.2の中を次の、だからここの 区間を次々の時刻1での区間としていますっていうのをここでは表しています。さらに次の時刻時刻2ではこのさらに 0, 0から0.2の中のさらに部分区間である0から0.04を次の区間としているというふうに表して、えー、います。えー で具体的にどうやってこれが決まるのかというと前のページに書かれているんですけれどもまず A っていうのを ABC スペースっていう 4, と4通りの入力がありるんですけどそれをですね区間長さが2対2対4対2になるように分割しています。これ今現在区間を 0から1までの間を2:2:4:2対対対になるように分割してで入力文字 A に対応する区間をここを採用するということをしていますで次にはこの今選んだ区間をズームしてさらにこの区間を2:2:4:2対対対に分割していますで次の文字 A に対応する区間 を採用ししててさらにここをズームしていますそれで次の文字はスペースですけれどまたここの区間を2対2対4対2に分割したスペースに対応する区間をズームしてでさらに次は B だから。 2対2対4対2のこの2番目の B に対応するところをズームして、さらに次の B をズームしてっていうふうに、どんどんですね、細かくして見ていっています。はい、で、えー、こういうふうにどんどんですね、えー、今5文字目まで読みましたけれど、この10文字まで読んでいくと、どんどんですね、えー これズームしていってるんで、ここの幅っていうのは狭くなっていくわけね。これズームしてるから大きく見えるけど、この0.05ぐらいまでのもう幅しかないわけですね。これだと。あ書いたこれ。で、今さっき5文字目まで入力してるのを見てきました。この表は 入力文字列、A,、AB、A, A スペース BB とていうのを縦に書いていて入力が A であると。区間の A が入力されたら時刻1での区間っていうのは0から0.2になりました。で、その幅は0.2になります。 で次に A が入力されるとまた一番初めの下の方の区間が選ばれてこう変化しますと。でスペースが入力されて加減が0.332です。え,と前えつ前のスライドだとここまでやったのかなで0.03392から0.03424までの区間が選ばれたんですね。ででもここで このぐらいの幅の区間になっているんですけれどこれをどんどん繰り返していくとこのこれの加減この上限である区間が選ばれているというふうにどんどん区間を更新していくというアルゴリズムになっていて10文字選んだ時の結果となるアルファベータというのがこのアルファとこのベータで与えられることになります。 でえー、次のステップとして、えー、この αβ から最終的には0、1の符号,号をお求めたいんですけど次にこの αβ のおー中の代表値 P を求めるというステップをやっていきます。N 文字の入力機構列 X に対応して前のスライドで説明した方法で区間 αβ を決定しました。 でその中点の値っていうのを α、α ァラス β を2分の1した α と β の真ん中の値っていうのを mx とします。で、これまだ p じゃないですね。これまだ p じゃなくて、えー、p はどれなんだちょっと待って、ね、先を読ませてもらって、えー。p が具体的に何なのかは書かれていないのかなあれちょっと待って。 ようーん。対する符号語。なんか P が具体的に何かっていうのは書かれてないけど、えー、あいやこれが P のことなのかなあすいません。この MX っていうのが P じゃないってさっき堂々と言っちゃいましたけど、この MX のことを代表値 P として使います。で、 えこの mx からさらに p を選ぶだけじゃなくて次のですねこの01の列の符号5まで決定しようっていうのをこのページでやっちゃいますでまずはこの代表値である p と書いちゃったけどこの mx の値を求めてあげますそれでえその お符号語を作るのに必要なこの LX 符号語の長さをここで決めていますそれはどのように決めるのかというとおこのおアルファベータの区間の幅それはすなわちですねアルファベータの区間の幅っていうのは今まで、えー、やって できた入力シンボルの正規確率えっと区間幅っていうのが正規確率になっているのでどんどんズームしてズームしてって言ってて、えー、区間幅の割合だけ、えー、そのお区間をお狭くしていったわけですねなので、えー、最終的に得られる区間幅っていうのはその系列のか各シンボルのお 1> の1シンボルののの正規確率の全部の積になってるわけですなので今僕たちは無記憶情報源を考えているので1シンボルごとの正規確率の積っていうのは n シンボルの同時確率を表しています。 なのでこの αβ の区間の幅っていうのは系列入力記号列 x の同時、えー、と同時というか x に対する正規確率に対応しています。でこの正規確率もしくはまあ10日ですけど αβ の区間幅すなわち β-α っていうのを使って それ,を表あそれを表すのに、えー、十分なあそのビット数を LX とします、えー、とすなわち、えー、この PX をログ取ったやつの符号を反転して天井関数を取ったやつプラス1。 というものになりますで、これは何を表すっていうのかというと、MX に対応する二進表現の小数点、えー、あすいません、えー、これを使って、この符号5帳を使って、えー、この最終的に01の符号5列を次のように求めます。それは M LX に対応する二進数表現をまず求めてあげてその小数点以下、えー、この LX 桁を符号ごとするというものですえ,ー、えなので代表値はあ,、えー、あすいませんさっき MX を代表値とすると言いましたけどここに書いてた 代表値 P っていうのはこの値とするということで MX をちょっと L プラス1桁以下は切り捨てたやつっていうのが代表値になります。すいません。これね、この、これが P になる。これが P。これが P。で,で、MX に対応する二進表現を求めて それは MX をし清表現してあげると,まあえと無限桁続く一般には無限桁続く形になっているいますけどそれを第 LX 桁まで求めてそれを切り捨てると L プラス1桁以下は切り捨てたやつのビットの並びを X のの符号ととするというのがここでやる作業ですアルファベータからその中間値を求めてその区間幅の桁だけ区間幅を表すのに十分な桁だけ集めてきて、えー、それを表現してあげるというのがこのステップです。 で具体的に計算をししてみましょう、えー、先ほどからずっと使ってる10文字の入力に対してえこんなちっちゃい区間幅で α と β が求まっていましたでこの αβ に対して中間値である mx を求めてこれを二進表現してあげましたでこの区間幅のログ,ログ取ってあげると ま天井関数を考えるとこれは21桁になりますでこれを用いてこの0から始まるやつの21桁目までを取ってあげたのがこれがこの x に対応する符号この入力された x に対してこれを圧縮の結果としなさいと。 というのが、不合化の方法です。で、次のページから、複合の方法を説明します。